はーい。あー、ウリア2枚が来た。あ、これもういきなり出せんじゃない？いきなり出せる。リビネが、リビネの効果が発動しないから出せないインゴ。モンスター1体だけでいいから来てほしいインゴね。よいしょ。いやー、惜しい惜しい。リビネ以外だったらよかったのに。リビネ以外だったらウリア出せたのに、お前絶対ハーピーしないでくれよな。お前絶対、やめてくれ。よし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 。ここで俺は神の恵みを発動させてもらうぜ。さらに遅延神の恵みだ。毎ターン1000ライフを回復させてもらうぜ。なんて強いカードなんだ。気持ちいいよ。モンスター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 、ナイス黒木森のウィッチ、ナイスですよ。ウィッティさん、ウィッティさん、ウィッティさん、もう攻めあるのみだわ。攻めのウィッティさんでいくわ。攻めウィッティさん、仮暮らしの攻めウィッチ、わお。ただ表にはなる。メイコ小鉄さん装備魔法持ってくる。メイコ小鉄さん、いやー、魔導士か。ウリアで勝てなくなる可能性あるな、これ。ひょっとしてメインツーリビデ、リビデ不設。メイコ小鉄はやばいな。あいつとんでもない爆発力を秘めてるから。あいつ自身じゃなくて、あいつは、あいつが持ってきた魔導士にとんでもない爆発力があるから、ウリアじゃ取れなくなるのが一番やばいな。やばい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 、待って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 、お前が殴ってくるのか。嘘だろ、お前が殴ってくるのはやめろ。お前嘘だろ、小鉄お前が超えてくるのか。待って小鉄、メイコ小鉄、待て待て、お前小鉄、お前が来るのか小鉄。これどうしよう、一旦キラートマトにしようかな。一旦キラートマトにするわ。一旦キラートマトにしましょう。待て小鉄、小鉄、話せばわかるだろ小鉄。やめろって。リビングデッドする、ここで、ここでリビングデッドする。はい、ウィッチします。はい、ウィッチ、イエーイ。やばいわ、小鉄ぶち切れてるわ。あ、 DNA 回想手術が来たらもうパーフェクト機械用で大変なことになるぞこれ。いや、仙台復回復美味しすぎるでしょ。じゃあもうウリアしましょう。ウリアするんだな。やっぱ強えよウリア。強え、このカードめっちゃ強え。ウィッチ破壊されるウィッチの効果出る、あまりにも強すぎる。ウリアウリア、3枚使って3000。あー、巨奪、あー、うわー、伏せカード割ろうと思ったのに。マジやばいって、ジョーノチ君。やめろ、離せ。いや、メタモルボットだと落ちちゃうからな。クリッタークリッターなんだよな、やっぱりここ。マジやばいって、城之内くん。よくないって、よくないよそういうのは。いや、ウリア2枚引いてるのが一番まずい。2枚引いてなかったらメタモルポットでいいのにな。2枚しか入ってないんですよウリアが。デッキ2枚しか入ってないからな、もうそう簡単に手札を落とせないという。で、小鉄さんが殴ってくる。小鉄ちゃんが殴ってくんだけど、1500が取れねえ、1500が取れねえよ。いや、でもこれでデッキ圧縮になるから、デッキ圧縮していこう。しかも小鉄まださ、まだあいつパワーアップすんだよ、手札に装備魔法あるから。まだね、パワーアップすんだよな小鉄は。小鉄ちゃん、小鉄ちゃんが強い。やばいやばい、ウリア対処されるのまずい。やばい、3枚も俺のカードがいっちまった。あ、バベルタワー刺さるぞあいつに。バベルタワー刺さっていけ、バベルタワーを刺します。でも必ずチャンスやってくる、向こうがハーピーを引かない限り。守備表示、守備表示に変更するぜ。 DNA は今改造する時じゃないぜ。大丈夫だ、このデッキには無限の可能性しかないんだ、安心しろ。大丈夫だ大丈夫だ。いや、でもコテッちゃん、でもコテツじゃない何かが本体なんだよ多分。弁慶だったりサンダーボルトはきついね、サンダーボルトはきつい。でもさ、これチェーンしても多分乗らない？サンダーボルトこのタイミング。さっき乗らなかったっぽいんだよな。まあ、貼っておこう。バベルタワー。貼っておくということに意味がある。はい、クリッター。クリクリー！持ってくるのは、メタモルポットをしたら負けるからな。勝ち筋が。いや、パーフェクト機械王さんにかけるのか？いや、一回キラートマトでいいわ。一回キラートマトで考えよう。トラップさえ引ければ、トラップさ、あいつ、あいつ1500で殴ってくるのか。まだあいつなかなかやってくれるな。
終了。ただあいつもう装備魔法ポンポン打つとバベルタワーであいつ爆発するぞ。クリッターさん、いやどうしよう、どうする。一旦キラートマトだ、一旦キラートマトパイセン出して、何でもいいから永続罠が1枚引ければいい。もうモンスターは結構圧縮して、まあ永続罠めちゃくちゃ多めの構築にしてるから次ぐらいで多分引けるはずなんだけどな。多分引けるはず、大丈夫。ウリアはもう1体出てくる、案ずるな。そして墓地に永続罠が3枚あるからウリアが6000で出てくる。こいつは強いぜ。お前舐めてもらっちゃ困るんだよ。悪いが俺様負けるわけにはいかないんでね。キラートメイトから呼んでくるのはまだクリッターでいいかな。まだまだクリッター、はい、まだクリッターです。こんにちは。永続罠何でもいい。てかもう半分このデッキ20枚ぐらい永続罠なんだからさ、もう26枚あったらもう引けるだろ。永続罠引けた。メタルリフレクトスライム神、私は仰せの通りにこれをあとはサイクロンで割られないだけ、あと次のターンまで持ちこたえればいい。大丈夫、次のターンまで持ちこたえればいいだけだ。はい、オッケー。あと割らないでくれ。サイクロンだ。うわーくうわーくくそソロはね。だがお前自分が何をしたか分かってるのか。ウリアの火力を上げたんだぞ。ウリアの火力をお前が上げたんだぞ。あ、お前もクリッターか。やばい、クリッターがクリッターにやられる。やばいって、やばい。ウリアプラン捨てるしかないか。パーフェクト機械用プランで行くしかないか、これパーフェクト機械用プランで行かなきゃいけない時が来たかもしれないな。クリッター効果発動。黒き森のウィッチを、だが俺はまだサーチすることにするぜ。黒き森のウィッチ、ここで一応メタモル持っとくか。ちょ、プランを切り替える必要があるな。ちょっと引き次第ではプランを切り替えなければいけない。ウリア切り離しプランにかからなければいけないかもしれないな。俺はウリアを諦めきれねえ。だが諦め、たぶん永続罠引けたらまだ。パーフェクト機械王さん、今じゃないんですよ。パーフェクト機械王さん、ちょっと待ってくださいよ。今じゃないんですよ。いやもうメタモルポット、もう限界だ。いや限界だ。いやもうメタモルポット、もはや間に合わないまであるぞ。もはや間に合わないまである、メタモルポットが。いやくそー、なんでだよ、なんでお前ら来るんだよ。眠っててくれよデッキに。お前ら最初に引いちゃいけねえんだよ。いやもうこれ持ってくるしかないな。持ってくるし、あ、これパーフェクト機械用も持ってこれるんですね、この構築。なんとびっくりでしょ。パーフェクト機械用守備1500なんで、パーフェクト機械用さえも持ってこれるんですね、この構築。素晴らしい構築だ。だが今は別に、だから何っていうね、だから何っていう、この究極構築。そう、俺のウィリア、いやでもまだある。うわ、つえー、やばいな。ハーピー引きたい、ハーピー引きたいナウ。な、名高校でやばいわ。ハーピー引きたいナウだわ。ハーピー引け、ハーピー入ってる。強すぎ、死んじゃう。あ、メタモルポット対策か。メタモルポット対策でもうお前はつけてきたというわけか。はーい、ドロー。うわーうわー、死ぬしかない。なんでだよ、ふざけんじゃねえぞ。どうしてそうなっちゃったの。2枚ずつしか入ってないんですよ、こいつら。2枚ずつしか入ってないはずなのにな。おかしいな。 DNA 改造手術でめちゃくちゃ超火力が出るっていう、いやー、一人回ししてるときはうまくいったんだけどな。おかしいな、これ死ぬな、これ完全に殺されるな。メタモルポットってバレてるからクリッターで殴ってきて死だな。死だな。いや、終わりだ、終わりだ、終わりです。しかも絶妙に弱え。あ、でもリビングで、あ、月の章、あ、クリッターを、あ、敗北対策ね、敗北対策。バベルタワー、あ、バベルタワーどうなった。あ、サイクロン、あ、そのタイミングで割られたらやばいわ。ちょっと待って。おい、バベルタワー破壊すんな。え、これは置かれた時、効果出る、効果出ないんですね。バベルタワー弱っ。やばい、安全に殴ってくる、あいつ。やばい、めちゃくちゃ安全に超火力出してくんだけど、こてつ。待て、こてつ。あれ、こてつ、俺生きてる、
あ、かろうじて生きてんのこれ。かろうじて生きてんね。君生きてんね。いやでも名工小鉄は超えられないぞ。名工小鉄は超えられないぞ。弁慶に本当はつける予定だったんだ。弁慶につける予定だったけど俺のメタモルで結果が狂ったんだな。いや生きねば生きねば。あ、メサイヤで殺せる。メサイヤで殺せる。ゾーマとメタルリフレクトスライムとかで守りきれ、守りきれもあるぞ。守るんだ、ここ。向こうもハッピー使えないぞ。守ればある、守れば価値あるぞ。まだあるぞ。パーフェクト機械オペラに切り替えるんだ。まだあるぞ。全然ありますねこれね。エンド向こうサイクロン2枚打ったよな。いやー、言ったよな。あ、召喚したターンのエンドフェーズか。破壊できねえわ。召喚したターンじゃん、これ弱ー、メサイヤ。ちょっと待って。召喚したターンじゃダメじゃん。弱いわ。弱かった。俺の勘違いだった。そんなことはなかった。黒木森の道、デッキに加えるカードがない。やばいわ。いや、ここは一旦、罠使うよ、当然。資料ゾーマ。資料ゾーマ守備で出てくるからな。助かったぜ。チェーンなし。はい、センキュー。で取られるよね。いや、そこはまあしょうがないということよ。まあそれはやむなし。え、そんな効果あんの。それを俺が知らなかった。戦闘で破壊された場合にこのカードを破壊したモンスターに攻撃力分のダメージを与える。いや俺も知らなかったんだけど。資料ゾーマ強え。資料ゾーマめっちゃ強えじゃん。めちゃくちゃ強えじゃん。俺も知らなかった効果があったな。それはめちゃくちゃ強すぎる。めっちゃ強え。俺も生贄売り合い用で入れてただけだから。売り合い用で入れてただけだからさ、強っ。めっちゃ強えじゃん。俺ただ1800要因で入れてただけなんだ、このカード。めちゃくちゃ強えやんけ。お、来いよ。へえ、名工小鉄殴って来いよ。キラトマトから来るか。キラトマトから来るよな多分な。お前キラトマトから来るよな。そうなるよな。うわー、1400か。キラートマトに装備カードなんかつけてくれたらな。いけ、あ、てかさ、これさ、俺パーフェクト機械王で勝てるのか。いや、わからんけど、まだパーフェクト機械王、いや、ちょっと足んないのか。 DNA 改造手術がないとパーフェクト機械王さんじゃ勝てない。絶妙すぎるんだよな。やめるよな。やめとけ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 。いや、これ一回ゾーマだ、一回ゾーマ先だったかもしれない。ゾーマ先だったかもしれない。ゾーマ先でパーフェクト機械号で勝ちだったパターンあるかもしれない。いや、伏せ次第なんですけどね。これゾーマ先だった。アポビスの化身、アポビスの化身が来てくれたということはもう向こうのメインで使うしかないな。ちょっと一回次にかけよう。多分いけるわ、多分いける。向こうの伏せ次第だけど、向こうの癖次第やな。メインフェーズにアポピス出しとくしかなくて、都市美容師出せるよね。チェーンなし、守備する、頼む。頼む。頼む。いや、アポピスこれ出す意味ないのか。いや、でもメインで何。お前もう一人いたのか。お前なんで2体目出てくんだよ。お前出てこなくていいから。来ないで、小鉄。小鉄ビート強すぎんだろ。どうなってんだよ、あっちのデッキ。おい、弁慶はどうした。弁慶はどうしたんだよ。小鉄くんだよ。でもキラートマトがここでゾーマに殴るしかないけど、多分殴らないんだよ。多分殴らないよな、俺がゾーマ出したら。多分殴らない、殴らなくなるんだよ、おそらく。おそらく殴りませんよね、負け筋になるんで。はい、オッケー。よし、これでお前が小鉄、罠だけだな、あと罠さえなければ。あ、殴った、殴ってダメージ受けた。じゃあ俺はリビングデッドがある。何を隠そう、こちらにはリビングデッドの呼び声があるのだ。トラップ最強。パーフェクト機械王さんでいいよな。どう考えてもパーフェクト機械王さんだ。いでよパーフェクト機械王さん。 DNA 改造手術は今はないですが、おいでくださいまし。
おいでくださいまし。でこれはメサイア発動しなくてよくて、もう虎鉄ぶん殴ろう。メサイア脳発動虎鉄ぶん殴りしよう。パーフェクト機械をダブルでいったら強くないか。ダブルパーフェクト機械王さんでいったら強いぞ。よし、リビングデッドダブルいこう。ミラホで死にます。ミラホで死ぬ。ダブルパーフェクト機械王でお互いに機械王たちが火力を分け合うというこの友情コンボ。友情コンボ、よーし。機械王ダブルの力を見せてやるぜ。機械族一体につき火力が500ポイントアップだ。ダブル機械王の攻撃、どれ、いけ、機械王の攻撃、トラップを選ぶんじゃないぜ。うわー、機械王、機械王さん、そんな、機械王さん、そんな、そんな機械王さんが、僕の信じた機械王さんが死んじゃうなんて、俺が信じた王なんだぞ。アーピーはでも、どうしてお前らそんなに安全に殴ってくるんだ。やめてくれメンス。虎鉄やめろ、虎鉄それ以上火力を上げちゃいけない。虎鉄やめろ、虎鉄やめろーやめろー、虎鉄うるる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 。メサイアは絶妙に刺さるとき刺さりそうなんだけどな。メサイアは抜きます。対戦ありがとうございました。